はいこんにちは。中学受験さくらチャンネルの瀧屋直樹です、えー。今日はね、古文法で、ねえー、古文をやります。中学受験には出ません。えー、この中学受験さくらチャンネルはこの私瀧屋直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。今日はね、 敬語の五回目です、えー、今日はね、二方向の敬語っていうのをね、ちょっとやってみたいと思いますこれはね、今の日本語の敬語にはありませんさあ、もう一回確認しましょう尊敬語ね、尊敬語っていうのは筆者から行為者への敬意なんだと会話文だったら話してから行為者への敬意その行為をしている人への敬意です 謙譲語っていうのは筆者から行為の相手への敬意なんです行為をしている話している人への敬意じゃないんです話されている聞いている人への敬意です会話文だったら話してから行為者の相手への敬意です、ね、で丁寧語っていうのはこの場合今日は関係ないんですけどもう一回確認すると筆者から読者への敬意行為者は全く関係ない、ね、会話文だったら話してから聞き手への敬意なんです、ね、じゃあその上でね今日はね こん防戦の敬語は誰から誰への敬意ですから、ね、さあ殿は姫を見申し上げなさるっていう役なんですよ。でこの「盾祭り」っていうのは申し上げるという「見る」の補助動詞ね謙譲語です。謙譲語です。 だから、この盾祭りは、謙譲語なので、この見申し上げる、見てる人への敬意じゃないんです。筆者から行為の相手ですから、見ている人の敬意じゃないんですよ。見られている人、姫の敬意なんです。だから、盾祭りは、筆者から姫への敬意なんです。ここの部分は姫への敬意なんです。 そしてこの多毛、たも。たもは、これ、申し上げなさる。これ敬、尊敬語ですよ。こっちは尊敬語なんです。こっちは尊敬語ってことは、見なさるなんです。見ている人への敬意なんですよ。筆者から、後遺者への敬意なんです。だから、この、たもは、筆者から、ね、見ている殿への敬意なんです。だから、 この「都の姫を見申し上げなさる見立て祭りなさるで」で実は筆者からね筆者から姫へも敬意をしているし都の絵も敬意もある両方あるんだってことなんですよ。これが古文のこの二方向への敬意っていうね、えー、ものなんです。でもう一つね例文やってみます練習やってみます。 女房たち御前へ参ってこのよしもそうせられければ法皇王きに驚かせたまいて、ね、さあ4つ、ねまあ、これまああの申し上げですけどね、えー、参ってっていう謙譲語ですけど、まあ、今日はこれをちょっと置いておいて役、ね、文は女房たちは御前へ参って、ねえー、このよし、ねえー、このようなことがありましたと 申し上げなさったのでなさったところだねこれなさったところ法王さあこの人がえー、偉い人です法王大いに驚きなさって、ね、さあねこれそれぞれ誰から誰の経緯かちょっとまあ念のためにね気持ち悪いんでね舞っていうのを見ています、ね、さあ女房たちがねつまり えー、要するに官僚ですね。官僚たちが御前というのはこの法王の前です。法王のところにと参って、ねでこう、いろんな事情を申し上げなさったところ。さあだから参る、ね。女房たちが参ったわけです。だけどこれは健語です、ね。謙譲語です。健常語ということは筆者から行為の相手ですから、 参上した人への敬意じゃないんです参上された人五千円つまりご法王への敬意なんです筆者から法王への敬意ですねそしてこのい,いろんな状況を申し上げなさったところさあこのソースは申し上げという謙譲語です謙譲語ということはねその後遺者の相手への敬意なんです さあ、申し上げなさった。申し上げたのは女房ですから、女房たちへの敬意じゃない。つまり、法王への敬意です。筆者から法王への敬意で、その次のられ。られは受け身のね、る、えー、の、れ、ね、るラレルの、えー、このね、えー、尊敬の助動詞ですね。じゃあ、これはどうかというと、ね、えー、申し上げなさる。これ、尊敬です。 これは尊敬語なんだから、後意者への敬意です。つまり、筆者から女房たちへの敬意なんですよ。女房へも敬意を払ってるんです、これ。この文、筆者はね。だからね、女房が規定を聞かせて何かやってんですよ、この後に。その時に女房素晴らしいなと思ったら、筆者は女房たちへの敬意を表すわけです。さあ、そしてえ、その後ね。 法王は大いに驚きなさって。この世は私益じゃないです。尊敬です。尊敬の助動詞ね,ね。だから、これ尊敬語です。尊敬語ですから、驚きなさったのは法王ですから。驚いた人への敬意。つまり、筆者から法王への敬意です。そして、なさって。驚きなさって。この玉井も尊敬ですから。驚いた人の敬意。これも、 筆者から法王への敬意ですつまり二重に尊敬してるんです私たちの敬語では、ね、二重に敬語を使うっていうのはありません校長先生が「おっしゃりなさり」とかね言わないわけですおっ,しゃらおっしゃりなられてみたいなことは言わないわけですだから「おっしゃられて」っていうのは間違ってるんですよ二重敬語はないんですだけどこの場合あるんです 法王とか、ね、帝とかかねねすごい偉い人には二重に尊敬使うんですこれは二方向の経緯じゃなくて二重尊敬って言いますからまあちょっと覚えておいてください、ね、今日やったのはね二方向への経緯ね,ねこの文章で言ったらね女房たち御前へ参ってこの世し創せられければ、ね、ソースは謙譲語だからね えと申し上げた人じゃない方法への敬意だけどこの「られ」は尊敬語だから女房が申し上げなさったわけですから申し上げた人女房たちへの敬意なんだこちら「の姫を見立て祭りたも」ね見立て祭るってことはえ見た人への敬意じゃない見られている人姫,姫への敬意なんだこっちの「たも」は見なさるですから尊敬ですから見ている人への敬意筆者から都への敬意 でそしてて驚かせたまいて、ね、どちらも尊敬だったらこちらも、ね、筆者から法をこちらも筆者から法をどちらも筆者から法王に二重に敬意を払っているということだね今日は、えーまあ、そんなね二方向への敬意と二重尊敬です、えー、次回はね、えー、紛らわしい敬語っていうのをちょっとやってみましょういいなと思ったらチャンネル登録お願いしますでは今日はここまでにしましょう